アイテム番号、SCP-636JP、オブジェクトクラス、ユークリッド、特別収容プロトコル。SCP-636JP のサンプルは標準的なバイオハザード封じ込め手法に従い生物サイト、8102の収容室に収容されています。SCP-636JP に関する研究は原則として同サイトで行うものとし、無許可での外部への持ち出しは処罰の対象となります。現在、特別対策チームが結成され、厚生労働省及び農林水産省と連携して SCP-636JP の監視、防疫を実施しています。詳細については資料 636JP-A を参照してください。同資料は担当職員にのみ開き示され、担当外の職員による閲覧には特別対策チームリーダーまたは B クラス以上の職員の許可が必要です。現在のチームリーダーは水月博士です。財団の管理外で SCP-636JP-1 の発生が確認された場合、標準的カバーストーリー、日本農園に従い SCP-636JP-1 を収容し、治療を施した後、記憶処理を施した上で解放します。治療中は SCP-636JP-2 の発生を防止するため、アイマスクを用いて SCP-636JP-1 の視覚を遮断してください。収容の過程で発見された SCP-636JP-2 は破壊または除去し、関係者、目撃者に対しては記憶処理を施した上で、状況に応じたカバーストーリーを適用するものとします。説明。SCP-636JP はフラビウイルスかフラビウイルス属に分類されるウイルス及びそのウイルスによって引き起こされる脳炎です。感染経路については小型アカエイ科による媒介のみが確認されており、それ以外の感染経路は確認されていません。潜伏期は7-14日程で、発症後、感染者、SCP-636JP-1 に指定、は高熱と意識障害に陥ります。治療方法は対症療法のみで、致死率はおよそ 5% です。SCP-636JP は感染力が非常に弱く、これまでに確認された SCP-636JP-1 の、が免疫力の低い児童及び老人であり、成人の発症例は、ほどでしかありません。SCP-636JP の異次様な特性は SCP-636JP-1 にパレードリア効果1をはじめとする錯覚が起きた際に発揮されます。錯覚の対象となった物体、SCP-636JP-2 に指定は30分ほどの時間をかけて SCP-636JP-1 の錯覚に基づく形へと変形します。変形は対象物周辺の物質を利用し、その物性や構造、機能を無視して行われるため、発生箇所によっては人体、機械装置に対して致命的な事象を引き起こします。この現象は SCP-636JP-1 が SCP-636JP を発症している間のみ発生し、治癒した後は起こらないことが確認されています。多数 SCP-636JP-2 の発生例、一部抜粋。636JP-2、19、195年、月日。感染者、636JP-1、20、5歳女児。発生時の状況。自宅にて療養中に天井の木目を人の顔と認識したことで発生したものと推定。変形の詳細。天井の木目が抽象的な人の顔の形へと変形。検査により周辺の木材の密度が低下していることが判明。処置内容。天井板を交換し除去。関係者、目撃者にクラス B の記憶処理を実施。カバーストーリー、天井板の腐食、を適用。636JP-2、30、196年月、日。感染者、636JP-1、34、8歳男児。発生時の状況。医療施設に入院中、治療に当たっていた医師の手のひらの縫合痕を人の口と認識したことで発生したものと推定。変形の詳細。縫合痕が人の口唇と歯に変形。検査により周囲の皮膚及び中歯龍骨を利用して形成されたものであることが判明。中歯龍骨について破骨密度の低下が見られた。処置内容。外科手術により除去。関係者、目撃者にクラス B の記憶処理を実施した。男児については SCP-636JP の発見を避けるために財団医療施設へと移送し治療を行った。636JP-2、51、197年月、日。感染者、636JP-1、60、12歳女児。発生時の状況。
修学旅行中、栃木県、市の、野滝の岩壁に人の顔があると認識したことで発生したものと推定。変形の詳細。岩壁の一部が人の顔の形へと変形。処置内容。爆破処理を行い除去。関係者、目撃者にクラス D の記憶処理を実施。カバーストーリー、侵食による崩壊を適用し、現地の観光案内にもその馬を記載した。636JP2-73-198年月日。感染者 636JP1-82-78歳女性。発生時の状況。自宅の庭に植えられている複数のバラの中心部から芽が覗いていると認識したことで発生したものと推定。変形の詳細。複数のバラの花弁の中心部が人の眼球に変形。胸膜から瞳孔にかけては模様の形をとっていた。処置内容。関係者、目撃者にクラス B の記憶処理を実施。カバーストーリー、病害虫による異事用、貿易のための伐採を適用し、影響を受けた株を除去した。636JP2-105-198年月日。感染者、636JP1-130-26歳男性。発生時の状況。勤務中、ワープロのディスプレイに表示された数列を顔文字と認識したことで発生したものと推定。変形の詳細。当該部分の液晶が浮き上がる形で変形。処置内容。関係者、目撃者にクラス B の記憶処理を実施。カバーストーリー、液晶の浮揚、熱による変形を適用し、メーカー担当者を装った職員がワープロの交換時に回収した。636JP2-149-198年月日。感染者 636JP1-175-6歳男児。発生時の状況。自宅にて療養中、家の前に停車していた宅配業者の車両の左後輪を歯車と認識したことで発生したものと推定。変形の詳細。車両の左後輪が歯車の形へと変形。走行に支障をきたしたが、ドライバーが異常に気づき即座に停車したため、事故等は発生せず。処置内容。不良品の交換を名目として除去。関係者、目撃者にクラス B の記憶処理を実施。636JP2-170-198年月日。感染者、636JP1-205歳男児。発生時の状況。父親と共に入浴中、父親の左胸にあった心臓手術の縫合痕をファスナーと認識したことで発生したものと推定。変形の詳細。縫合痕がファスナーへと変形。父親がパニック状態に陥った拍子にファスナーが開き、心臓が体外へ露出した。除去後の検査により、ファスナーは肋骨の成分を使用し形成されたものであることが判明。処置内容。手術中に除去。関係者、目撃者にクラス B の記憶処理を実施。男児については露出した心臓を目視したことによる精神的ショックが大きかったため、クラス C の記憶処理を行った。636JP2-197-199年月日。感染者、636JP1-228-30歳男性。発生時の状況。化学工場での作業中、工場設備の一部を人の顔と認識したことで発生したものと推定。変形の詳細。設備の一部が人の目、鼻、口の形へと変形。この変形により設備の配管が破損し、爆発事故が発生。17名の死者、29名の負傷者を出した。処置内容。爆発により事故終了した。関係者、目撃者にクラス B の記憶処理を実施。現場検証の最中、地元警察及び消防に潜入した職員が変形した設備の破片を回収。636JP2-282-199年月日。感染者、636JP1-318-10歳男児、636JP1-319-11歳男児。発生時の状況。移動教室で訪れた群馬県、村の宿泊施設にて療養中、部屋を訪れた女性教諭をそれぞれ自分の母親と認識したことで発生したものと推定。変形の詳細。女性教諭の顔面が骨格を含めて著しく変形した。左右の差異が大きく、部分的にではあるがそれぞれの男児の母親との類似点が見られた。処置内容。整形手術、再生治療により回復。
関係者、目撃者にはクラス B の、男児2名と女性教諭にはクラス C の記憶処理を実施。カバーストーリー、悪性腫瘍、を適用。尾行。複数の SCP-636JP-1 によって一つの SCP-636JP-2 が発生した初の例。SCP-636JP は194年月2日に、県、市在住の主婦が、農園で倒れた息子の看病をしている最中。腕に突然人面相が現れた、として病院に受診に来たことをきっかけとして財団に収容されました。以降、下記を中心として1年に、県の割合で発症が確認され、201年時点で、タイの SCP-636JP-1、例の SCP-636JP-2 が確認されています。媒介者となる小型アカエイ科が日本国内に広く分布し、SCP-636JP への感染を完全に予防するのが困難であることから、196年に小型アカエイ科の絶滅による SCP-636JP の根絶が提案されましたが、絶滅と隠蔽に必要となるコストを理由に応募により却下されました。また198年には SCP-636JP のワクチンの製造及び接種による予防計画が立案されましたが、ワクチンの接種により SCP-636JP-1 が発生するリスクが増大するとして応募により却下されています。ほい。198年以降、SCP-636JP-1 の発生例が増加傾向にあり、世界的な気温上昇に伴う蚊の個体数増加との関連が指摘されています。タス追加情報へのアクセス。要セキュリティクリアランスレベル2、636。アクセス記録中。636JP-2、478、20、年月日。感染者。636JP-1、603、U の日本猿、3歳。発生時の状況。東京都恩賜動物園にて、起源者の女性が抱きかかえていた1歳男児を群れの仲間と認識したことで発生したものと推定。変形の詳細。男児の全身が日本猿へと変形。骨格も変形していたが器官についてはそのままであった。処置内容。頭蓋骨の変形を原因とする脳出血により自己終了した。関係者、目撃者にはクラス B の、男児の母親である起源者の女性にはクラス C の記憶処理を実施した。本事例を受けて同園で飼育されていたすべての動物に対し検査を行った結果、636JP-1、603以外に6体の SCP-636JP-1 が発見されたため、生物サイト、8102に収容した。発見された SCP-636JP-1 はいずれも哺乳動物であった。尾行、人以外での初めての感染例となる。これを受けて監視、防疫体制が強化された。脚中、一錯覚の一種。雲の形や壁のシミ等が顔や動物に見えるといった、不定形の対象物が別のものに見える現象。ウィルス・ユークリド・スクプ、JP 変形生物災害資格。